オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランスで提供、フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は10月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは10月第4週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。即位礼正殿の儀、フランスからはニコラ・サルコジ元大統領が出席。10月22日火曜日、新天皇陛下のご即位を国の内外に宣明する即位礼正殿の儀が、皇居の宮殿内で最も格調が高いとされる松の間で執り行われました。この即位礼正殿の儀に、フランスからはニコラ・サルコジ元大統領が出席しました。フランス皇帝ナポレオンの子孫、オーストリア皇帝の子孫とアンバリットで結婚式。10月19日土曜日、フランスの革命家でフランス第一帝政の皇帝にも即位したナポレオン・ボナパルトの子孫で、ナポレオン7世のジャン・クリストフ・ナポレオンさんと、ハプスブルク・ロートリンゲン家のオーストリア皇帝の子孫であるオリンピア・アルコ・ツインネベルクさんが、パリのアンバリット内のサン・ルイ大聖堂で結婚式を挙げ、多くの貴族が出席しました。ルーブル美術館ダヴィンチ特別展、開催前に予約26万件突破。10月24日木曜日より、パリのルーブル美術館にて開催されている特別展レオナルド・ダヴィンチ展は、開催前から予約が殺到し、すでに26万枚の予約付き入場券が販売されています。フランス人の6割、ブレグジットはフランスに悪影響。10月25日金曜日、ブレグジット、イギリスの欧州連合離脱に関して、オドクサ電通コンサルティング社が世論調査を行ったところ、フランス人の 60% が、ブレグジットはフランスに悪影響を及ぼすと回答しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は、ルーブル美術館ダヴィンチ特別展、開催前に予約26万件突破です。10月24日木曜日より、パリのルーブル美術館にて開催されている特別展、レオナルド・ダヴィンチ展は、開催前から予約が殺到し、すでに26万枚の予約付き入場券が販売されています。ルーブル美術館が特別展で予約制を導入するのは、今回が初めてではありませんが、レオナルド・ダヴィンチ展は開催前から大混雑が予想されたため、すべての入場者はルーブル美術館のホームページで30分刻みで設定されている入場時間帯を予約し、チケットを事前購入しなければなりません。6月の販売開始からオープニング前日、
10月23日までの4ヶ月間で、すでに26万人以上がチケットを予約購入していることから、早くもルーブル美術館における特別展の入場者数、過去最高記録を更新すると予想されています。現時点で10月24日から11月3日までの予約はすでにいっぱいで、それ以降の日付も一部の時間帯のみしか空きがありません。入場を希望される方は早めに予約を入れるのをお勧めいたします。ルーブル美術館の入場者は1日平均約3万人ですが、この特別展だけで約5000人から7000人もの人が入場することになります。ダ・ヴィンチは生涯で15枚ほどの油絵を描いていますが、今回の企画のためにそのうちの10点が一堂に集められました。これは世界でも前例がありません。ルーブル美術館はこの絵画のうちの5点を所蔵していますが、常設展示でドゥノン浴の専用部屋に展示されているあのモナリザに関しては、特別展開催中も場所を移動することはありません。ルーブルの職員はこの企画に向け10年がかりで世界中に散在するフィレンツェ出身の天才が描いたおびただしい数のデッサンやドローイング、イラストなどを調査し162点を集めました。ロイヤルコレクションといわれるイギリス王室の私有財産には実に600点ものダ・ヴィンチのデッサンが含まれています。そのうち24点が今回例外的に貸し出しを許可されました。所蔵者によっては開催日直前まで貸し出されるかどうかわからなかった作品もあります。ベネチアのアカデミア美術館所蔵で通常一般非公開のウィトル・ウィウス的人体図はイタリアノストラという非営利団体により10月頭に作品の貸し出しを阻止するための訴訟を起こされ、開催直前になってイタリアの裁判所から貸し出しの許可の判決が下りています。また今回出展される10点の絵画の一つブノアの聖母もサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館から貸し出されるかどうか長い間不確定でした。ルーブル美術館だからこそできた世紀のダ・ヴィンチ展、ぜひご覧になってはいかがでしょうか。今回はライターのマダム加藤さんにご執筆いただきました。マダム加藤さん、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Exposition spéciale du Musée du Louvre, Léonard de Vinci. Plus de 260 000 réservations avant l'exposition. Le Musée du Louvre est inondé de réservations pour l'exposition spéciale Léonard de Vinci, qui s'y tient depuis jeudi 24 octobre, 260 000 billets avec réservation ont déjà été vendus. Ce n'est pas la première fois que le Louvre introduit un système de réservation pour des expositions spéciales, mais l'exposition Léonard de Vinci devrait être très encombrée même avant son ouverture. Les billets doivent être préachetés en ligne en réservant un créneau horaire de 30 minutes. En l'espace des 4 mois qui se sont écoulés depuis le début des ventes, du 23 juin au 23 octobre, plus de 260 000 personnes ont déjà acheté des billets, ce qui nous laisse penser que cette exposition spéciale du Louvre atteindra probablement un nouveau record en termes de nombre de visiteurs. À ce jour, les réservations du 24 octobre au 3 novembre sont déjà complètes et seuls
certains horaires sont disponibles pour les dates ultérieures. En ce qui concerne la période allant de Noël, fermée le 25 décembre, car il s'agit d'un jour férié. Au Nouvel An, la matinée du 26 est déjà pleine. Nous pouvons ainsi dire que les personnes désirant participer à cette exposition ont tout intérêt à se dépêcher de réserver. Le nombre moyen de visiteurs au musée du Louvre est d'environ 30 000 par jour, mais seuls 5 000 à 7 000 personnes accéderont à cette exposition spéciale. Léonard de Vinci a dessiné environ 15 peintures à l'huile tout au long de sa vie, dont 10 ont été rassemblées pour ce projet. C'est un sans précédent au niveau mondial. Le Louvre possède 5 de ses peintures et Mona Lisa, la Joconde, exposée dans une salle privée de l'aile de Nom, et dans le cadre d'une exposition permanente. De ce fait, elle ne change pas de place, même pendant les expositions spéciales. L'équipe du Louvre a étudié pendant 10 ans les nombreux dessins, manuscrits et peintures issus du génie florentin et disséminés dans le monde entier. En tout, 162 œuvres seront exposées. La propriété privée de la famille royale britannique, connue sous le nom de Collection Royale, comprend plus de 600 dessins de Vinci. L'Angleterre a accepté de prêter exceptionnellement 24 d'entre eux pour cette occasion. Selon le propriétaire de la collection, il existe certaines œuvres pour lesquelles on ignorait jusqu'à la date d'ouverture si elles seraient prêtées ou non. L'homme de Vitruve, qui se trouve dans les galeries dell'Accademia à Venise, n'est en général pas montré au public. Une action en justice a été intentée début octobre par une organisation à but non lucratif appelée Italia Nostra, en français « Notre Italie », afin d'empêcher le prêt de l'œuvre. Cependant, le tribunal italien a finalement accordé le prêt, et ce, juste avant l'ouverture de l'exposition. De plus, le prêt par le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg de la Madonna Benoît, l'un des 10 tableaux de l'exposition, est longtemps resté incertain. セバスチャン先生、ありがとうございました。この特別展は来年2月24日まで開催されます。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という
4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師・スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。